私マリシちょっと使い慣れてないんでちょっと怖いんですけど、運極にしたい気持ちあります。そうで勝ちます、勝ちたいです。あ、もうゲージは打ちにくくはない、打ちにくくはないぞ。いやー、キスキラちゃんの友情強いな。さすが砲撃型、やばいですね。こりゃすごい。ちょっとめったに使わない子使うとね、スピード感が分からなくて。なめこさんこんばんは、ありがとう。いや、ここに来てまさか倒せないなんてことはなしにしておきたい。このパーティー使いやすいかも。ベルフェゴーちゃんいいよね。ただスピードをアップしまくっちゃうんで、誤ってそのダメ追い突っ込んじゃいそうで怖いかなと思います。ひとまずはこんな感じかな。ファイティング、ありがとう。塩頑張る。ここで勝ってみせる。絶対勝つぞ。絶対勝つぞ。くー、さっき悔しかったからね。すっごい頑張ります。イノさんこんばんは、ありがとう。孔明持ってないんですよね。持ちたい気持ち。いや、友情の削り方結構怖いな、これ。削り方すごいな。横ちょい下でいけないか。このまま下行っちゃうかな。悟空ブラックさん、ハロー。はい、ありがとう。ノリダさんおめでとう。セルフゴールいいか。マジか。ちょっと待ってね。先にこの上の子倒したいんだが、ちょっと一応引っ張る方向でいきます。いや、引っ張りすごいな。待って、キスキルいいかもしれない。もしかしたらかなりいいかもしれない。ちょっと貯めとこう、ここで SS 一応貯めとくっていうのは使わないって意味でね。いいじわ。あ、そっか、貯めも当たんないんだった、そういえば。そっか、アラジンくん、ダメも当たんないんじゃん、そういえば。ダメもワープだ。やった。やったやった。喜びの、喜びのゲージ外し。マリシ意外に高ラック高いやん。ありがとう。男、神崎桜 X さん、こんばんは。ありがとうございます。おかげさまで。最近ちょっと集めてます。さて、こっからです。こっからが怖いね、本当に。左下のコソコソを倒しに行かないと怖い。怖い怖い怖い。倒しに行きたい気持ち。100%。いくぞ。よいしょ。いや、削れはしたけど。あ、マミタスさん、こんばんは。今やってます。やってるけど、マミタスさん倒したかな。もちろんの感じな気がするけど。蒸 発回も使える。蒸発回、本当に私、全然使ったことないんですけど、使ってみようか。まず倒してからかな。で、ここで来るから、先に右下倒しちゃいます。よいしょ。引っ張るよ。私は引っ張る。私は引っ張る。意外とマリシーもなんか思ったよりスピード低くない感じする。次がキスキラ？キスキラちゃんで、あ、いいよね、縦勘で。ここでもあんまり、そうだよね。そんなに回復しないから、キスキラちゃんは別にいいのか。そんなに回復しに行かなくていいのか、このステージは。ボス戦入ってからの回復量が結構いい感じなので、まあ、ここちょっと引っ張りながら、友情、友情、友情。いいぞ、いいぞ。このパーティーいいぞ。もしかすると。おしゃるさん、こんばんは。ありがとう。ちゃちゃ使えるかな？どうかな？あ、マッキーさん、ありがとうございます。そう。喜びのゲージ外し。あと1ターンで SS 溜まっちゃうんで、ここ使わないとこうかな。で、どうしよう。ちょっと左に寄って、下潜りたいなと思います。で、先に倒して、 OK でしょ。あと2ターンでやつのあれがね、来るので、その前に、ダメージ与えておきたいところ。先に下どうにかしよっか。いいな、いい感じになってるな、これ。不思議な打ち方します。
一時ショット。で次キスキラちゃんで下降りてって遊戯を当てる感じで行こう。オッケー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 ちゃんこ。で次が、ガブちゃん。ガブちゃんでは回復しなくてもオッケーな気がする。いやでも万が一倒しちゃった時やばいかな。そうだな、万が一倒しちゃった時のことを考えてこう行こう。ちょっと回復で、ここで SS 使うのちょっともったいないからこんな感じで回復しながら行きます。ごめんね、さっきからなんかカン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 言って。 OKOK、うん、ツッキーさんありがとう。あ、コメントくれたよね、ありがとう、見てよ。映画コラボ引きたいね。あ、待って、やばい、今頃やばいことに気がついた。今頃やばいことに気がついたけど大丈夫かな。ちょっとキスキラ引っ張って友情当てるので靴も拾って美味しくなりたい気持ちです。よし、美味しくなった。今危なかったね。これ食らってしまったら、私食らった状態で、抜けたとして、読んで抜けてたとしたら4万ぐらいしか HP 残ってないことになりましたね。スピードアップあるといいね。ここはちょっと上先やっちゃおう、やっちゃいましょう。で万が一のために右下の子を残しておいてもいいかなという感じもするけど、別にでも残さなくてもいいと思う。あえてちょっとじゃあいいですね。マリシーの友情がかなり美味しい。で次で別に横で削っちゃえばいいのね。 SS 使って今の行動が満身な気がする。いかん気がする。私大丈夫かな。よくねこれでいけばいいんでしょって言った時にね、なんか甘いことしてるんだよな私は。大丈夫だよね、多分大丈夫なはず。でマリシーで多分倒しちゃうよね。悪いから一応横噛んで回復しつつね、回復しつつ倒していこう。いいね、約回復。 OK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 、 いいぞ。山田さんこんばんは。ごめんね、下ネタ系はブロック対象になっちゃうので気をつけてください。よろしくお願いします。楽しく行こうぜ。これいけるんじゃないかな。上手ですね、ありがとうございます。嬉しい。ギリギリ一度、おっ、本当にいいね。もうちょっとで SS 使えるな。で持って ちょっと待ってね。天使ちゃんちょっと削っておきます。一応ねちょい削りしといて、次のアラジンで倒しておかないとまずいと。で次マリシー大丈夫。私すごい気づいたんだけど、マリシー大丈夫。マリシーの位置やばい気がするんだけど大丈夫これ。これ積みたくないからすごい怖いですよね。これちょっとここでそのまま OKOKOK、 その感じはバリバリ OK。 あーびっくりした。ダメモが来るマリシーで、ちょっとまあこのちょっと下に打っていって、回復もちょっと兼ねて OK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 。 危ない。でここで SS 使ってもいいけどどうしようかな。これどっち打とうかな。でもちょっとなんか出なかった場合ちょっと怖い。でも出ないとまずいな。縦で打ちます。縦ちょい右で。本当は横で打ちたかったんですけど、横で打ってこの子に挟まった場合怖かった。この右のあれどうなってるこれ。え、また手だった今。私もしかしてすごく今激しく驚いているんですけれども、ダメも1回ぐらい当たっても良さそうな気がするんで、上の靴取って、下の子も倒したいな。
大丈夫かな、いけるかな。で次がアラジンだから、次のアラジンで、倒せればいいんだもんね。うん、ちょい薄めにいきます。倒せれば倒す感じで、右下の子も当てられたら当てる感じでいきたいです。ダメかな。オッケー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 。あとはちょっと回復していこう。あと4ターンしかない。挟まろう左に、やろうミココ、よいしょ、いけ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 、オッケー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 。うん、これ勝ったでしょ、これ勝ったでしょ多分これ勝ったでしょと、あ勝った勝った、あ待って待って待って、あのアラジン君が反撃してくれて私攻撃する前に勝っちゃったありがとうございます、無事に勝ちました、よかったよかった。うん、そうかそうか、あそうだそうだ、いろいろ毒とかいろいろ食らってたんだもんね。あーよかった、しかも2体ゲッチュ、嬉しい、ありがとうございますありがとう。音程が大変なことになってる、ごめんね、よかった、うん、そうそうそう、震えてる数字がそんなに痛くないんで、まあ 4,5 万ぐらいかな、よかった、うんうんうん、はい、ありがとうございます、やったようん、ということでちょっと遅くなっちゃいましたが無事に勝ってましたあーびっくりした、まさかの、え反撃だったよね今のね、反撃か毒かどっちかだったと思うんだけども、ちょっとアラジンくんね、ちょっとね横取りしちゃいかんよこれありがとうございます、無事にゲットいたしました、ほーよかった2体ゲット、うん、10分、結構ゆっくりやっちゃったけども、まあ、次からポイポイやってもいいのかなという感じです、適正キャラクターで来ていただければいいかなと思います、運枠、いたらいいと思いますが、運枠1体まででいいかなと思います、ありがとう、うん、よし、ということで私キスキラちゃん